初期面先生。はい、このコーナー AKB48 の初期面、高橋みなみさん、小島春奈さん、峯岸みなみさん、うん、板野友美さん、うんうん、そしてほぼ初期面の篠田麻里子さん、この5人が AKB48 のトークがもっともっと上達するようにあえて心を鬼にして先生役になってくれているそうです。なるほど。ということでちょっとなんか怖いドキドキしちゃう感じですけど、このコーナーにチャレンジしたいと思います。うん、はい、なかなか怖いよ。もうここでちょっとメールですか。おメールが届いているので紹介しますね。はい、東京都のしろたんさんから。はい、衣替えの時期ですが、皆さんの夏ファッションのこだわりを教えてください。お夏ファッションのこだわり。だそうです。夏ファッションのこだわり、私ね、うん、色が、うん、あのメンバーの中だと結構黒いからだからなんか、うん、白とか、うんうん、ちょっと明るめの色を着るように。あーね、確かに多いね。そうそう。みんなさ、色白だからいいじゃない。気にしてたの。気にしてるよ。気にしてたの。それでそれで、おなんか聞こえた。え、それで、いや、それで違うのよ。この間ね、BLT の生写真の撮影をした時にね、うんうんうん、カメラマンさんが突然、うん、あれなんかちょっと黒くなったって言われてうん、うん、でも全然日焼けしてないから、うん、え、ちょっと日焼けしてないですよって言ったら、うん、え、でもなんかちょっといつもより2割増しで暗いよみたいな感じで言われたのよからのからのもう私これ以上黒くなったら、うんうん、どうなっちゃうんだろうね。わかりませんよ。どういうこと？だから、いや、ちょ、あのね、どういうこと？メンバーの斉藤優里に、はいはい、あの、暗闇に紛れると、うん、私は黒すぎて、どこにいるか見えないってよく言われるの。あ、でもさ、うん、目鼻立ちがくっきりしてるから絶対わかるよ、レイカ。え、わかる？うん、浮き上がってきそう。テレビつけても、画面映んない。あ、レイカだ。そうそうそう。待って待って、どういうこと？黒すぎて気づかなかった。歯だけは浮くでしょ。浮く。歯だけは見えててほしい。新作モノマネまで3219。あのね、僕ね。ダメ。ダメ。ダメだって。ダメダメ。嘘。え、見本見して。はい。あのね、僕ね。あー、すごいね。やったー。褒められた、褒められた。結構棒だったけど。あ、ななみさん。あのね、僕って幸せだよ。でもそういうの好き。嬉しい。待って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 、分かってらっしゃる、分かってらっしゃるよ。全然違うじゃん今の。嬉しい。ちょっとショック。相当ショックだよ。ショックだよ。こういうのがね、板野さんのお好みであったから。あら、嬉しいな。え、橋本さんの今のこだわりは？うん。今のこだわり？うん、幸福感を出した。すごい多幸感を出した。本当に、うん、え、感じたでしょ、ね、橋本さんのさ、ファッションのこだわりは夏ファッション。え、私、うん、ファッション、うん、機能性ですよ。あの機能性ナナミンらしい、濃いね、涼しさ重視、あと汗が染みてこない感じ。ナナミン超暑がりだもんね。私暑いのダメ。すぐ脱ぐじゃん。何？やだ、ちょっと待って。すぐ脱ぐ。じゃあ、楽屋でも、でこう、そうそう、黒パン一丁とかでよく、フラフラしてるよねって。フラフラ？待って、私に裸族疑惑が浮かんでくるから、ちょっと。待って、でも確かに、うん、私は、うん、メンバーの前では、うんうん、服着てなくても全然恥ずかしくないですね。夏服は、本当に？うん、夏服は本当に、うん、いかに、うん、ギリギリまで肌を出すかだと思う。うんうんうん。あ、え、でも焼けちゃうよ。大丈夫。え、あんま屋外行かないから。そういうね。待って、なんか私さ、もっとツッコミ来るかなと思って全然来ないね。来ないね。じゃあ住所教えて。住所ですか？現住所ですかね。現住所は都内です。ねえねえ、それよりさ、もっと面白い話してよ。うん、してよ。もともとは、私、北海道出身ですよ。うん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 、有名な旭山動物園のふもとに住んでましたよ。へぇー。ふもと？ふもと。ふもと？ふもと？川とか流れてんの？まあ、近く、ちょっと歩けば川も流れてる。へぇー。それで、それで？うん。
そこには春、うん、白鳥が来ますよ。え、すごい。からの、からの、パンの耳をあげると喜ぶよ。ねえねえ、早く起きて。あー。何これ、こう。無理無理。これ広がんないよ、この話題。ね、難しい難しい。難しいよ。え、マイヤー夏のファッション。夏のファッション、うん、でも私は最近あのロンパースにハマってて、やっぱり1枚でさらっと着れちゃうから、最近いっぱいね集めてるんだけど、白が多いかな。確かに最近多いね白。そうそう、白のそのパンツのロンパースを3個ぐらい今持ってて、そうそう、で白でそこからなんかこう色足してさ、小物靴とかあのネックレス、うんうん、なるほどね。そんなことよりさ、モノマネして。モノマネ何がない何決まってるよ。ここお決まりでしょ。お決まりだね。あとで僕で何それ、面白い新作モノマネまで3、2、1、9。僕ドラえもんで。新作モノマネまで3、2、1、9。おぉ。新作モノマネまで3、2、1、9。なんだっけ、チーズ、チーズ、あ、チーズ。